オー・ヘンリー作。大久保裕役。罪と覚悟。一人の獄卒が刑務所内にある靴工場へやってくる。その時、ジミー・バレンタインは靴の皮をせっせと縫っていたのだが、獄卒に連れられて表の事務所へ行くことになった。 事務所に入ると、刑務所長がジミーに御社状を手渡した。今朝、知事の手でサインされたものだった。ジミーはやっとかというふうに受け取った。四年の刑期のうち、もう十ヶ月くらいになる。三ヶ月くらいで済むものと思っていたのだ。 大体ジミー・バレンタインのように、外にお友達がたくさんいる人間は、刑務所にぶち込まれたからといって、いちいち頭をかってたんじゃ、きりがないくらいだ。刑務所長が言うには、ああ、バレンタイン、明日の朝、お前は出ていいぞ。ちゃんとして、まっとうな人間になれ。根は悪いやつじゃないんだから。 金庫破りもやめて、仇で生きろ。しかしジミーは目を見開いて、俺が今まで金庫破りなんて一度もやったことがないってば。そうだそうだ、と刑務所長は笑う。そういうことにしておこう。だが、それじゃあなんでお前さんはスプリングフィールドの一件でここにぶち込まれたって言うんだ 上流社会のお偉いさんに傷をつけたら困るから、アリバイを証明しなかったって言うのかそれとも、お前に対して何か思うところのある、陪審員のクソじじいの仕業だとでも言うのかどっちみち、濡れ衣だなんて言うやつは、大体そんな理由ばっかりだ。やっぱりジミーは人の良さそうな顔して、 俺がですか所長さん、スプリングフィールドになんて行ったことないですって。クローニン、こいつを連れて行け。そんでもって、出所用の服を用意するんだ。翌朝7時にこいつを出して、事務所に連れて来い。バレンタイン、さっきの話をよーく心に留めておいた方がいいぞ。翌朝、7時15分。 ジミーは外にある所長の事務所で突っ立っていた。スーツを着せられるのだが、どうもこれがサイズがピチピチの規制服で、靴もキチキチで、歩くとキュッキュと音がする。要するに、これがお勤めをした後の人に、州があてがってくれる支給品というわけだ。初期の人が、記者の切符と5ドル紙幣をくれた。 法律はこうやって立派な市民になってちゃんと働くんだぞと背中を押してくれる。刑務所長はは巻を一本くれて握手もしてくれた。かくしてバレンタイン9762号は名簿にこう記された。知事により恩赦。そしてジェームズ・バレンタインさんは お天道様のもとへ足を踏み出した。小鳥のさえずりとか、風にそよぐ木とか、花の香りだとか、そんなのは無視して、ジミーはレストランに直行。で、ここで自由の甘い喜びを噛みしめるわけ。ボイルドチキンを食べたり、白ワインをボトル一本飲んだりして。 そして食後の一服。もちろん帰りに所長がくれたのなんかよりずっといいやつを。そこからのんびりと駅へ行く。入り口で座っていた物乞いの帽子に二十五セント玉をチャリンと入れて汽車に乗り込んだ。三時間乗って集座界に近い小さな町で降りる。 マイク・ドーランって男のやっている喫茶店に顔を出して、カウンターの後ろに一人でいたマイクと握手した。すまん、ジミー。もっと早くに出してやれなくて。とマイク。なんせ、スプリング・フィールドが強く言いやがるもんだから、知事だってもうすぐで思いとどまるところだったんだ。調子はどうだまあな。 俺の鍵はとジミー鍵を受け取って2階に上がり奥の部屋のドアを開けたこの部屋を出た時から何も変わってなかった床の上にはベン・プライスのカラーボタンが転がったままだった名探偵さんがジミーをひっつかまえる時に無理をやったもんだからシャツの襟から引きちぎれたやつだ 壁から折りたたみベッドを引き出すと、ジミーは壁の羽板をずらして、こりにまみれたスーツケースを取り出した。ケースを開けて、頭部最高とも言われる金庫破り道具一式を惚れ惚れと見つめた。これさえあれば何でもできる。特別に作った鉄製の道具で、どれも最新型だ。 ドリル、ペンチ、曲げードリル、バール、クランプ、霧などで様々な大きさ、用途のものが揃っていた。二つ三つはジミー自身が作った発明品で、このことを誇りに思っていた。バツバツってところで作ってもらった時には、九百ドル以上かかったものだ。 ちなみにバツバツっていうのは、そういう手合いのためにいろいろと作ってくれるところだ。半時間後、ジミーは階段を降りて、喫茶店に戻っていた。その時には、趣味のいい、サイズのあった服を着ていて、スーツケースのホコリもちゃんと払って、手にしっかり握りしめていた。 やらかすのかと、マイク・ドーランはニヤニヤする。俺がと、ジミーはしらばっくれて。何のことですか私ニューヨーク・フガシ・クムギ合併会社から来たものですが。この自己紹介は、マイクをとても喜ばせたから、その場でジミーにミルクソーダを奢った。 ジミーは決してきつい先に手をつけなかったのだ。バレンタイン9762番が釈放されてから一週間後のこと。見事な金庫破りがインディアナ州リッチモンドであった。犯人の手がかりはなし。被害額800ドル。まずまずだ。それから2週間後。 特許を取った改良型盗難防止用金庫がローガンズポートでただの包装みたいにあっさり開けられて今度は現金1,500ドルも盗まれた証券や貴金属には全く触れられていなかったこうして刑事たちが目を光らせることになったがそれでもジェファーソンシティの旧火山みたいな古臭い金庫が活動を始めて その噴火口から4000ドルもの大金が流れ出るに至った。もうこうなると、ベンプライスくらい腕の立つ奴らにお鉢が回ってくる。事件の報告書を見比べてみると、その金庫破りの手口に強い類似性が認められた。ベンプライスは盗難現場を捜査して、世間に次のように述べた。 これはダンディ・ジム・バレンタインの手口です。活動を再開したというわけです。見てください。このダイヤル部分を。雨の日に大根を引っこ抜くみたいに、やすやすと抜き取られています。こんなことのできる道具を持っているのは、奴だけです。しかもこのタンブラー。 全く綺麗に穴を開けたもんです。ジミーはいつも一つしか穴を開けません。皆さん、私はバレンタイン君を捕まえたいのです。今度こそ、しっかりお勤めしてもらいますよ。短期刑だの、恩赦だの、馬鹿なことをなしにしてね。ベンプライスは、 ジミーの癖を知っていた。スプリングフィールドの一件で知り尽くしていた。高飛び、素早い闘争、共犯者なし、貴族趣味。こういったやり口がミスター・バレンタインを罪からうまく逃れる男として有名にさせたのだ。 ベンプライスがこの逃げ回る金庫破りの足跡を追っていると公表されると、盗難防止用金庫を持っている人々もほっとすることができた。ある昼下がり、ジミー・バレンタインは愛用のスーツケースと一緒にエルモアという小さな町で郵便馬車を降りた。鉄道から5マイル離れた場所にある 黒い奈良の木の多いアーカンソー州の田舎だ。ジミーは大学からふるさとに帰ってきたばかりの運動好きの若い大学四年生といった格好をしていた時の歩道をホテルに向かって歩いていった。ふと一人の若い女が向こうの歩道からやってきて、 角のところでジミーの脇を通り過ぎていく。女はエルモア銀行という看板を掲げたところへ入った。ジミー・バレンタインは女の瞳に吸い込まれ、手前の文在も忘れて違う人間になっていた。女は目を伏せ、頬をほんのりと赤く染める。ジミーのような顔格好の青年は、 エルモアにはほとんどいないのだ。ジミーは銀行の石段の上でぶらついていた少年を、俺は株主だぞと言わんばかりの態度で捕まえ、この町のことをいくつか尋ねた。話の間に、時々10セント玉をやった。やがて若い女が出てきて、スーツケースを持った青年なんて見向きもしないとばかりに、 たおやかに歩いていった。あの人はポリー・シンプソンじゃなかったっけと、ジミーはそれらしく聞いてみた。少年は、いや、あの人はアナベル・アダムズって言うんだ。親父はこの銀行のオーナーだよ。あんた、何しにエルモアへ来たわけさ。金の時計鎖をつけてるっしょ 俺、ブルドッグが欲しいんだよね。もう十セント玉ないのジミーは、プランターズホテルへ行き、宿帳には、ラルフ・ディ・スペンサーと書き込んで、一部屋借りた。フロントに寄りかかって、フロント係に自分の要件を話す。自分がエルモアにやってきたのは、 商売をする場所を探してなんだ。この街では靴屋ってどんな感じだね靴屋をやろうと思ってるんだけど、うまく入り込めるかなフロント係はジミーの服や身のこなしに感心していた。彼自身、エルモアでちょっと金のある若者たちから、 ファッションに関しては一目置かれていたのだけど、今自分に欠けているところが分かった。ジミーのネクタイの結び方を覚えようとしながら、フロント係は快く情報を提供した。そうですね、靴屋でしたらうまく入り込めるんじゃないでしょうか。この街にはちゃんとした靴屋が一軒もないんですよ。 医療品店兼雑貨屋が扱ってるだけでして、どんな商売をしてもうまくいくと思います。スペンサーさん、エルモアに落ち着いてみてはいかがですかいい街ですし、みんないい人ですよ。スペンサー氏は、数日この町に滞在して様子を見たい、と言った。いや、 ボーイを呼ばなくていいよ。このスーツケースは自分で運ぶから。ちょっと重いんだ。ラルフ・スペンサー氏、ジミー・バレンタインは、突然、恋の炎に二者択一を迫られ、身を焦がして灰になった。その残りかすから、みえった不死鳥。スペンサー氏はエルモアにとどまり、 身を立てた。靴屋をはじめ、商売は繁盛した。社会的にもスペンサー氏はうまくいって、友人もたくさんできた。そして、心の中で願っていたことも叶えられた。スペンサー氏は、アナベル・アダムス城と出会い、ますます彼女の虜となった。 一年経って、ラルフ・スペンサー氏はこんな感じになっていた。スペンサー氏は近所の人から尊敬されて、靴屋は儲かっている。アナベルと二週間後、結婚する約束をした。アナベルの父親は、田舎に典型的な努力タイプの銀行家で、スペンサー氏のことを認めてくれた。 父親から見れば自慢の娘であり、娘からすれば自慢の父親だった。スペンサー氏は、アダムス一家やアナベルの姉の一家と打ち解け、もう家族の一員のように扱われていた。ある日、ジミーは部屋の椅子に座って、手紙をしたためた。そして、セントルイスにいる。 信頼できる友人のもとに送った。懐かしい相棒へ、リトルロックのサリバンのところに来てほしい。日にちは来週の水曜夜九時だ。俺のために、ちょっと片付けてもらいたいことがある。それと、俺の仕事道具もプレゼントしたいと思っている。 喜んで受け取ってもらえると思う。千ドルあったって、これと同じものは作れない。ビリー、俺はもうあの家業から足を洗ったんだ。一年前に。かわいい店だ。真っ当な生活をして、なんと、綺麗な女と二週間後には結婚することになった。 これが俺の人生なんだ、ビリー。まっとうなね。百万もらったって、もう人様の金には一ドルだって手をつけない。結婚した後は、売るだけ売って、西部へ行く。西部に行けば、昔やったことでやいやい言われる恐れもないからな。ビリー、恥ずかしいけど。 あの子は俺の天使なんだ。あの子も俺を信頼してくれている。俺だって、もうどこへ行っても、曲がったことなんて絶対にしたくない。頼む。サリバンのところへ来てくれ。俺も必ず行く。ちゃんと道具は持って行く。旧友、ジミーより。 ジミーがこの手紙を書いた後の月曜の夜、ベン・プライスは人目につかないように柏しでいルモえへやってきた。街を静かに歩き回って求めるものを見つけた。薬局から通りを挟んで向かいにあるスペンサー氏の靴屋に目を向けて、ラルフ・ D ・スペンサーという男をじっくり見た。 銀行家の娘と結婚するそうだな、ジミー。と、ベンは小さく呟いた。どうなっても知らんぞ。翌朝、ジミーはアダムス家で朝食をとった。今日はリトルロックへ行って、婚礼用のスーツとアナベルへ何かプレゼントを買うつもりだった。エルモアへ来てから、 初めてこの町を離れる日でもあった。もう一年以上になる、あのこなれた家業の最後のおめから。そろそろ外に出ても大丈夫な頃だろう。朝食を終えると、家族揃って町の中心へ出かけた。アダムス氏、アナベル、ジミー、 アナベルの姉とその幼い娘二人で。子供は五歳と九歳だった。一行は今もジミーが泊まっているホテルにやってきた。ジミーは部屋に上がって、あのスーツケースを取ってきた。それから銀行へ向かった。そこにはジミーの馬車とドルフ・ギブソンが待っていた。 ギブソンはジミーを記者の駅まで馬車で送ってくれることになっていた。一行は彫刻入りで背の高い菓子の柵の向こう、銀行の執務室へ入った。自民も連れて入ったということは、将来アダムス家の婿となる男として、どこでも歓迎するという意味でもあった。 銀行員一同はアナベル嬢と結婚するこの愛想の良い美青年から挨拶されてとても喜んだジミーはスーツケースを床に下ろしたアナベルはとても幸せだったしまだとても若かったから心臓がドキドキしっぱなしだったジミーの帽子をかぶって スーツケースを持ち上げた。これで立派なセールスマンに見えないあれラルフこれとっても重いのね。なんだか金塊がぎゅうぎゅう詰めになってるみたい。とアナベルが笑うとジミーは平静を装ってこう言った。そこにはニッケルの靴べらがたくさん入ってるんです。 これから返品するんですよ。こうやって持っていけば輸送費が節約できるでしょう僕は最近倹約に凝ってまして。エルモア銀行はちょうど新しい金庫室を設けたばかりだった。アダムス氏自慢の金庫室で誰にでも見てくれと言っていた。 金庫室は小さかったが、その扉は新型の特許ものだった。頑丈な鋼鉄製の缶抜きが三つ取り付けられていて、一つのハンドルで同時に動かせるようになっていたし、設定した時間が来ないと開かない次元式の鍵もついていた。アダムス氏は顔をほころばせながら、 この仕組みをスペンサー氏に説明した。スペンサー氏は礼儀正しく聞いていたものの、あまり深い興味を示さなかった。その代わり、メイとアガサという二人の子供が、ピカピカ光る表面や、変わった時計、ハンドルなどを見て、面白そうにはしゃいでいた。 一同がそんなことをしているうちに、ベン・プライスがふらっと入ってきて、肘をついて、木の柵の間から、さりげなく中をうかがっていた。ベンは水筒係に、別に用はないんだ。ただ知人を待っているだけなんだ。と言った。出し抜けに、女性の悲鳴が一声二声上がって、 場は騒然とした。誰も見ていなかったところで、年長の九歳の方の娘のメイが、おふざけで、アガサを金庫の中に閉じ込めてしまったのだ。そしてアダムス氏がやっていたのを真似して、缶抜きを刺し、ダイヤルを回してしまった。老銀行家はハンドルに飛びついて、ぐっと引っ張ったが、 ドアが開かない。時計のネジも巻いていなかったし、ダイヤルも合わせておかなかった。アガサの母親がまたヒステリックに悲鳴を上げた。静かに、とアダムス氏は手を震わしながら上げた。しばらく誰も静かにしなさい。アガサ、と声の限りに呼びかけた。 聞こえるか。一瞬の静寂があってから中から子供のかすかな声が聞こえてきた真っ暗な金庫の中でパニックになって怖くて泣きじゃくる声だったあがさあがさ今にも怯えて死んでしまうわドアを開けていいからこじ開けて男のくせに何もできないの と母親が泣き叫ぶとアダムス氏は震えた声で答えた「これはリトルロックまでいかんと誰も開けられるものがおらんのだよ」「弱ったスペンサー君どうしたらいいんだ子供があの中じゃ長くは持たんのだ酸素は十分にないしそれに 恐怖で引きつけを起こすかもしれん。アガサの母親は我を失って、金庫室の扉を手で叩いている。ダイナマイトを使ったらどうだ、という意見まで出る次第だった。アナベルはジミーの方を向いた。その目は苦痛に満ちてはいたが、完全に希望を捨て去ってはいなかった。 女性にとって自分の尊敬する人の力さえあれば不可能なことは何もないと思えるらしい。どうにかならないの、ラルフ。ねえ、ラルフ。スペンサー氏は唇と鋭い目をそっとほころばせ、妙な笑みを浮かべてアナベルを見た。アナベル、君の指している。 そのバラをくれないか。一瞬自分の耳を疑いながらも、アナベルはドレスの胸に刺していたバラのつぼみを外して、スペンサー氏の手の上に置いた。ジミーはそれをベストのポケットに押し込み、上着を脱ぎ捨て、シャツの袖をまくった。それとともに、 ラルフ・ディ・スペンサーなる男は消え失せ、ジミー・バレンタインが姿を現した。ドアから離れていてください、皆さん。と、ジミーは言葉少なに命令した。ジミーは机に愛用のスーツケースを置き、二つに開いた。その瞬間から、誰の存在も気にしていないようだった。 ジミーはピカピカに磨いた妙な道具を整然と素早く並べ仕事にかかるときはいつもするように小さく口笛を吹いた。あたりは静まり返り誰も動こうとしなかった。ただジミーのやることを魔法にかかったかのように見守るだけだった。一分もすると ジミーの愛用のドリルが鋼鉄製の扉にきれいな穴を開けていた。十分後、ジミーは今までの金庫破りの自己記録を破る速さで、缶抜きを後ろに投げ捨て、扉を完全に開けていた。アガサはもうふらふらだったが、命は無事で母親の腕の中に抱きしめられた。 ジミー・バレンタインは上着を羽織って木の柵の外に出た。正面入り口の方へ歩いていく。その時、遠くの方で聞き覚えのある、ラルフという呼び声を聞いたような気がした。だが、ジミーにためらいはなかった。入り口のところで大男が行く手を塞いでいた。 ジミーは妙な笑みを浮かべたまま、こう言った。やあ、ベン、ついにやってきたか。それじゃあ、行こう。何を今さらって感じになるのは否めないけど。すると、ベン・プライスは、ちょっと変な素振りを見せた。何か誤解していらっしゃいませんか スペンサーさん、私にはあなたが誰だったか、さっぱり。そうそう、馬車がずっとあなたのことをお待ちですよ。と、ベンプライスは厳ビを返して、ゆっくりと通りの向こうへ歩いていった。